はい、ちょっとが、多少アングルが変わります。次はね、これです。ヒヨコの柄のついたやつ。これもメルカリで買ったんですよ。900円で。ね、ヒヨコでしょこれヤマトくんが1歳になるかならないかの時に着せて、それからしばらく使ってもらったんですけども、なんかね、いろんな服が増えてきて、だんだん、と登場する機会が減りました。これも、いつの間にかもうね、サイズが合わなくなっちゃって。 さよならすることになります本当に成長早いですよねうん T シャツだこれもね私の母がおばあちゃんが買ってくれたものなんですよね長袖長袖なんだけどもサイズが80ということでもうちっちゃくてお腹も出ちゃうし腕もパンパンなんですよねこれもね残念ながら廃棄、はい、同じように長袖なんですけどもサイズアウトで こちらのシマシマも、重ね着でよく使ってたんですけども、お別れすることになります。はい。同じです。重ね着でよく着てたんですけども、これもまだ新しいんですよ。本当に。ヤマトくんの好きな車とかね、道路が、こうやって並んでます。大和くんがね、あれ、お気に入りの服がなくなっちゃったって思うかもしれませんけども、もう着れないからね。これね。 なんかあれですよね子育てを経験された方こういうふうにして衣替えの時に妙に時間がかかったりするんじゃないですかこういうのね買う時とか一番最初に着せる時って、えー、本当に温かい思いで着せたんでしょうけどもね着れなくなると捨てるしかないかなと、うん、私が幼い頃に着てた服も同じような思いでもしかしたら 捨捨ててててるに捨てられれなくてっっいうところだったのかもしれませんあのー、綾澤ちゃんってね、えー、女の子が東京にいるんですけども綾澤ちゃんもお二人お子さん抱えてらっしゃっててでまあいろんなね、えー、大変な中で忙しい中で時にはまあいろいろと思うところがありながらも忙しい中子供を育てた時にあれほど手間のかかった子供なのに。 なんかこうやって着せた服が懐かしいなみたいな思いあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、いろんなね綾沢ちゃんとの会話の中でもああ分かるわーみたいなのがあったりねうんいろいろと気付かされます。これはね私がね竹が長かったんで縫ったやつなんですよ。まあでもヨレヨレになっちゃったんですよねだから今回ちょっと廃棄することになりますサイズが大きかったんですけどもやっぱこう膝を詰めたりとかねちっちゃくうん リフォームしたりとかして着せてたんですけども、まあ、そうするとそれなりに痛むのが早いかなっていうのが印象ですねはいえっ、ー、とドナルドダックの上下の合わせ服ですけどもこれもちっちゃくなっちゃってとてもじゃないけどももう着れないですねうんほんとになんか早いですよねうんいっぱい買ってあげたんだけどなーはい次はこれもつなぎです なんかね、こうブルゾンみたいなねつなぎですけどもこれも着てうろ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 した時があるんですよまだねあんまり歩けなくてハイハイしてる時にこれ着せたような気がしますけどもね1年経って1シーズン過ぎてみると今年は着れないかなってとこです去年はねこれ取っといて着せるつもりだったんですけどももうちょっとダメでしたね、うん、はい残りわずかですあと3着、えー、このズボンこれもね まあゴムを入れ替えれば切れなくもないんですけども、まあ、笑い箱ですね、これもね。はい、次は、今シーズン活躍した半ズボンです。サイズが80なんで、本当にね、今年の春から夏の初めにかけて、7月ぐらいまでしか切れませんでした。あとは大きくなっちゃったんで、よとかがね。今、85センチ、90センチぐらいあるんですよ。89センチか、90センチぐらいですね。 多分次に測ったら9 5ンチとかになってると思いますし今年中に1メートルに達するんじゃないかなっていうのがマトくんの身長ですお、ひよこのパーカーとセットで買ったのがこのパンダのパーカーですこれももうシーズン来ちゃいましたっとね重ね着できてたんですけども下が長袖の T シャツで,で上にこれをポンとね着せたんですけどももうこれ上に着せるようなサイズじゃなくなってきたんでこれも 廃棄です。で、最後の一着、今回。えー、っと、この、坂本龍馬風の、ハッピーみたいなやつですね。うん、羽織ですね。私とセットで、羽織を着せて歩いてたんですけども、これもサイズ80。まあ、こういった着物なんで、着れないことはないんですけどね。えー、でも、もう、切りがないんで、今回、廃、え、棄、ー、にしようと思います。うん。以上です。 なんかねたったたった1年ですよ大和くんが今度来月で2歳になるんですけども1歳から2歳に向かう1年の間で毎日ねほとんど24時間べったり一緒にいてそれこそなかなか寝つかなくったりとか夜泣きをしてうん随分ね私自身の予定も狂ったりとかしたわけなんですけどもけどそういうのも込みで子育て さててもらってねずいぶんこうして今深夜なんですけども朝4時から5時にかけてこうやって衣替えをしてるとね、うんと言いますかねまあ一言で言うと愛おしいもんだなと思いますし私がもうすぐ50ですからね大和くんが10代とか20代になった頃。 私はもしかしたらいないかもしれないなとかね、まあ、少なくともヤマト君が30代のどこかで私は別れていくんだろうなと思うんですよ例えば35歳ぐらいで私85ですからね50歳離れてますんで、うん、まあヤマト君としては男として旬になった時に親父と入れ替わりでママのことをね守っていってほしいなと思いますまあママにしてみれば 私がいなくなるのっていうのはものすごく寂しいことで不安でしょうけどもあでも大和君を見るたんびにきっと私のことを思い出すでしょうしね大和君は私に代わってママを守ってくれるんじゃないかなと思いますでこの YouTube 放送ですけどもまあそんなにねここ23年ってことはないんですけどもいつか私が放送できなくなってもきっと大和君がね私の続きを放送してくれると思うんですよ 私の計画では大和くんは3歳から武道を始めて10歳ぐらいには投資を身につけて自分の会社を作ってまあ中学生を卒業する頃にはひと財産築いてそっからね自分の本当にやりたたいこととのために生きてくれると思うんですよ。私もできる限り資産を残していこうと思いますけども何よりも大きな資産っていうのは大和くんのこの心の中にね残せるんじゃないかなと思うんですよ。 これからも世の中本当に苦しい厳しい時代がやってくると思いますけどもどんな状況でもね諦めないような男になっていただいて最悪の時こそ最善を尽くしてそして弱き者にね手を差し伸べて、うん、上に強くて下に弱いみたいな弱きを守り強きに強きを挫く、うん、人境度は忘わせてほしくないなと思いますよね。 君はその名前の通りに日本男児として恥ずかしくない世界に打って出る、うん、武士のような男になってもらいたいかなと思います、まあ、私の精神力とこの体格を引き継いでくれればきっと立派な私の後継者になるんじゃないかなと思いますし、ね、またお役に立てるんじゃないかなと思います多くの方にまあちょっとね親の期待が大きすぎるところがあるかもしれませんけども もしかして何年かたってね何十年かたって、まあ、この動画をヤマト君がね見ることがあったら嬉しいね見てるかいヤマトん <laughs> パパはこんな思いでね一切の君を育てていたんだよこの家ももしかしたらその頃にはなくなってるかもしれないけどパパが初めて買ってママと愛し合った家ですでこの家のおかげでヤマトんは生まれました近くにいる おじいちゃんもおばあちゃんも残りの人生のほとんどをヤマトくんにかけてくれましたよよかったねグレるなよそれでは失礼します